久しぶり。いや、一日ぶりだろ。昨日な、馬作りよったん俺。で、原石が生まれたんだわ。あざす。それがよ、不幸、不幸ですわ。こんばんは。ちょっと、戦績だけでも見てやってくれんけ、俺の頑張りの。まだやってたのかよ、そう。功労場に行ってしもたんやけど、これ不幸やったで、マジで俺いけたと思ったもんな。屈辱ですわ、屈辱。こいつな、ピロサタン。このラフラクスにガリレオっていう超、ね、有料血統。俺まあ新馬から鳴り物入りで一等ですよ。でまあ G3 は負け。5着。一生クラスを勝ち、モミジステークス勝ち、負けオプルでも2着っていうな、クロッカス勝ち、スミレ勝ち、サツキショーも勝ったんやで。だんなら頑張っとるじゃろ。ラビ負け9着、宝塚を負け、札幌記念で2着になり、キックも勝ったけど2冠馬ぞこいつ。どうよどうよどうよ、なお敵はおらんもよっていう、空き巣をやりよったっていう。ジャパン負け、この辺アーモンドアイにボコボコにされよった。で有馬に2着、まあ、受賞し、アメリカジョッキーズクラブカップ勝ち、大阪杯勝ったのに、ね、で春2着、これフィエールマンの2着、ここよ、この4歳のこの宝塚のグリマルで2着っていう、これ本当やったら俺凱旋門行っとったはずだったから、これ不幸、武豊のせいよ。あいつが前座り解消せんけこんなことになったんよ。天皇賞秋負け、ジャパンで惨敗し、有馬記念も惨敗、もう終わったのかこいつはって。そんなことはなかった、大阪杯一着って、不死鳥で春も勝って、もうフィエールマンに勝つっていう、基本フィエールマンと戦ったけん、菊でも戦ったし、で宝塚もう5歳じゃ無理だよねってボロクソに惨敗で、でこの7着で俺はもう見切りをつけたっていうね。つまりいけんかったっちゅうことじゃ。本当やったら今日凱旋門見せる予定やったのに、竹のせいよ。それでサタン君は功労馬になりましたっていう話でしたね。ちくわと一緒に楽しんでくれや、余生を。また馬だ、まあ、また次できるまでおぐらいりな。凱旋門行っとったらなんか三冠取りたかったな。ダービーが取れんだよなこれが。